かいろんなとこにお菓子もあったんよね。なんかサンタさん袋から漏れてない大丈夫？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、耳の館へ。いらっしゃいませ。ラクジュエーションサロン、耳の館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回は、クリスマスムード満点な、ユレッチド村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら？でしたら500ベリでもう一眠りなさる？もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、ユレッチド村に、出発。ほい、ユレッチド村に到着。めっちゃ地面かわいい。おー、いいね、いいね。夢の世界へようこそ。あなたは今、ユレチドという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のユレチドの世界をご堪能遊ばせ。ちなみにこの村は、あ、オーロラ出てる、オーロラ。いいね。クリスマスムード満点な上にオーロラまでめっちゃいいやん。ちなみにこの村は、外国の人が作った村なんやけど、ユレッチドっていうのはクリスマスの季節、クリスマスシーズンっていう意味で、12月の24日から1月の6日あたりまでのことをユレッチドっていうらしいです。なにこれ？あ、ソリやソリ。一瞬船かと思った。トナカイがソリ引きようんや。かわいい。で、この辺はまあクリスマスオーナメントたちやね。いいね、いいね。で、こっちもなんかクッキーで、星形とか、クリスマスツリー。で、なんて言うんやっけこれって。クッキーマン。クッキーマン？違う。で、兵隊さんたち。かわいいな。めっちゃかわいいな。こっち側には家何にもないんよね。あ、なんかプレゼントあるけど、これもしかして服かな？それとも普通にプレゼント？とりあえず一つ開けてみる。あ、服や服。サンタさんになれるこれで。でも服にしては多いな。なんか持ち物とかあるってことかな。さあ、ってことでちょっと着替えていきましょう。さてさて。あ、服2つある。あ、男の子版と女の子版ってことね。なるほどなるほど。じゃあ私はもちろんちょっとサンタガールになろうかと思うので。謎の袋。さあ、こんなもんかな？ですね。じゃーん！はい。サンタガールになりました。あ、てかあれなんやね、これ。この足元の雪。雪も、これ、マイデザないんや。へー。すごい綺麗。はい。ってことで、ちょっと向こう側に。これ、周りの何？あ、電飾？あの、ツリーとかによくやっとる電飾やんね。あ、ツリーになれる。ツリーになれるよ。オーロラをバックに。あ、これ見て。道の左右に、雪だるまや雪だるま、スノーマンやね。これ金のバラじゃない？おー、いいね。いいね、いいね。そして、至るところに、プレゼント。あ、これもしかして文字になっとんじゃない？ J, O, Y, JOY! JOY やって、JOY。いいっすね。そして鉱石とかもまあこうやって落ちてあって。はい、それじゃあちょっと一軒目の家に行きます。お、なんかちょっと明かりがめっちゃ赤いんだけど。あ、明かりがめっちゃ赤いんだけど。これ何の明かり？焚き火？焚き火？焚き火じゃないわ。暖炉？暖炉の明かりってこと？でも暖炉は消せん。お、あれって動くんか。どうも、何くん？ニック。May your days be merry. メリー。いや、いいっすね。あ、この一部屋だけなんか。でもクリスマスムード満点やし。よきよきよき。あ、見て、ジングルの写真飾ってある。
ジングルはちゃんとお仕事をしているのであろうか。はい、そして2軒目。あ、見て見て見て。隣はなんか電飾やったけど、ここの下？この家の周りの地面は、クッキーかな？チョコかな？なんかめっちゃ可愛い。キラキラしとる。どうも。ホーリー、デック・ザ・ホールス。デック・ザ・ホールスって何？どういう意味でしょうか？あ、いいね。なんか森の中って感じ。鹿。いや、これはきっとトナカイなんだ。トナカイ飛び出し注意やね。飛び出してくるのか。ちょっとなんか夏っぽさもあるけど。まあ、でもこれは夏っぽさっていうよりかは、まあ、外国の人が作ったやつやから、普通に竹として使っとる感じなんかな。森の中で。あ、見て。雪だるまが、ギターの演奏を。あ、これもしかして犬がソリを弾き寄る感じ？はいよー。へー、すごーい。え、かわいい。なるほど、そういう表現の仕方。めっちゃいいやん。どうしたん？好きなん？シュースターじゃなくて。好きなんすか？情けは人のためならず。あ、もしかしてあれ、スナイル、こう雪山で、ちょっと、もう本来はゴリラやけど、雪男的な感じで置かれとるってことかな？そういうことかもしれない。ほい、そして、2階へ。お、2階は、お、これは、あれですか？王様ということですか？キングだからね。なるほど。好きな言葉は百獣の王。キングが玉座に座っているということなんだろう。ってことはお好きなものですかね。クマさん。この可愛らしい女の子は一体何なの？なぜここにいるの？もしかしてキングお抱えの魔法使いとかそういうことかな。はい。おっと、外に出てしまった。はい、それじゃあ、地下へ。はい、ここでは、あ、これはあれか？もしかして、なんか、歯の治療？君はなんか、歯の治療かい？なんかこれ多分、この小人たちが、こうサンタのところにおる小人たちで、みんながこう、せっせとプレゼントを用意しようんじゃない？こう用意してきたプレゼントをこうラッピングして、で、それをサンタさんが持って子供たちの元に届けに行くと。そういうことや、きっと。なんかそんな感じの話なかったっけ？見たことあるような気がする。そして、君はさっき話したね。もう一人は？どこにいるん？あの子もさっき話した子よね、別に。いいね、こういう、イルミネーションがいっぱいある、広場。もう一人の子は家の中かな。そしてここも、家の周りは、雪の結晶と、クッキーマン。クッキーマンでいいんかどうかわからんけど、お邪魔します。かわいい！めっちゃかわいいんだけど。いいね。なんかこう、床とか、このツリーの感じとか、めっちゃ冬って感じなんやけど、でもなんか温かみがあることない？このクリスタルとかも、すごいそうやけど。あ、これちょっと暗めにしといた方が、かわいいかな。なんかね、これぐらい？さっきのツリーはつけたぐらいの方がいいんかな。これぐらいの方がなんかちょっと、淡い色な感じがして、可愛いかも。え、なんかこの部屋めっちゃ好きなんだけど、え、可愛い。え、めっちゃ可愛いぞ。いいぞ。これさっきの女の子の部屋ってことかな？外におった。お姫様や。はい、2階は寝室かな？氷の女王って感じやな。こういうなんか、ちょっと、
シンプルな感じの部屋で、部屋の真ん中にベッドがあって、そこで、すやっと、ちょ待って、なぜ座る。ここも電気は、熱いとんか。熱いとってこれなんか、暗いね。まあ、外が夜やけんかな。はい、そして、地下へ。お、地下。お、すごい。雪だるまがいっぱい作られてある。いっぱい作られ、え、待って、この状態、この状況の中、かき氷を食べるのすごいね。もうなんか、色味からして、この椅子とかもめっちゃ冷たそうなんだけど。すごいな。ここはもしかしてあれですか？雪だるまの家ですか？え、でもこの子が雪だるま作りうるってことかな？へぇ。やばい。こんな状態で絶対食べれない。冬場とかにあったかい場所で食べるアイスは美味しいけど、真冬に冷たい場所で食べるアイスはちょっと寒すぎるよ。ほい、お邪魔しました。多分あの真ん中の家の子がおらんかったよね。どこだ？あ、この子や、この子。どうも。ルドルフ。Why am I such a misfit? なぜと言われましてもね、わからないよ。わからないよ、それは。なんかちょいちょい、ね、金のバラが咲いてある。それなんかいろんなとこにお菓子持ってたんよね。なんかサンタさん、袋から漏れてない？大丈夫？ちょっとなんかお菓子とか漏れてんじゃないの？あ、どうも。ノエルちゃん。シーズンズグリーティーンズ。ここがノエルちゃんの家ってことかな？はい、お邪魔します。あ、いいね。ここでみんなが集まって、クリスマス会を開くんだね。なるほど、なるほど。めっちゃ人集まるやん。めっちゃ人集まるし、写真も撮ってくれるんやね。プレゼントもいっぱい。多分これ後からみんなに配られるんやね。大家族とか？はい、左側は、大家族のお母さんかな。こっちにはなんかめっちゃケーキとかいっぱいあるし。あ、これをもしかして今から向こうに運んでいくんかな。あ、ジングルの写真ここにも飾られてある。やっぱね、大事やけんね、ジングル。プレゼントを運んできてくれるから。多分あっちで用意して、こっちの食卓にケーキとかいろいろ運んできようんじゃないかなと思う。はい、そして右側の部屋へ。あ、右側は、子供部屋？あれかな？もしかして孤児院的な感じかな？孤児院とか、あ、なんか教会？そういえばなんか教会とかでクリスマスパーティー、なんか子供たちとか集まってクリスマスパーティーみたいなのもやったりするんかな？ちょっと日本ではあんまり馴染みがないけど。でも日本でも多分クリスマスのやつでなんかね、地域の人集めたりとかそういうのあるって聞いたことある気がする。それじゃあ、2階へ。お、2階、自室も、もうクリスマスムード満点。これはクリスマスが過ぎたら家具ごと変えるんかな。これ壁は、マイデザ？かわいい。これもなんか結構、クリスマスシーズンの花とかじゃないの？ね、多分そんな感じよね。はい、そして地下へ。お、地下は何なんやろ、これ。なんか、生け花教室みたいな？違う？あ、でもなんか地下はちょっと、このなんていうん。周りは、教会っぽい感じ？やね。で、並びも教会っぽい感じやけど、めっちゃ花が並べてある。なんなんやろ。なんやろ。何かを表現してあるんかな？さあ、これで人の家は全部回れた。みんなもなんかちゃんとサンタみたいな格好をちゃんとしているのね。そ、でもなんか今のこの、あのツリーの服装正直めっちゃ寒そうよね。だいぶ寒そうな感じするよね。あ、でも言うて私が今してる格好も半袖なんか、ノースリーブよりはマシな気がするけど、それでも寒いな、やっぱり。
でもなんかクリスマスのコスチュームとかってそんなんばっかりだよね。長袖にしていただきたいわ。という不満を言いつつ、ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかこうやって海外の人の村とか行きよったら、なんかこう村の名前に意味はあるんかなとか調べたりとかするけん、いろいろと知識が増えてくね。